今日はですね、ニーチェの権力への意思から社会及び個人としての権力への意思の765に面白いことが書いてあったので紹介したいと思います。765にこうありますね。人は社会的協定の深刻な不正について語る。あたかもあるものは有利な、あるものは不利な事情のもとで生まれたという事実が、それどころかあるものはこれこれの、あるものはこれこれの固有性を備えて生まれたという事実さえ初めから不正であるかのごとく語るっていう、そういうようなことが書いてあって、今で言うですね、親ガチャ問題っていう、そういうようなことになると思いますよね。そして、さらに読むとですね、こうありますね。人は責任者を必要とするのである。出来損ないの者どもは、あらゆる種類のデカダンどもは、我が身に関して反乱を起こしており、我と我が身で彼らの絶滅欲を満足させないためには犠牲を必要とする。この犠牲がですね、食材ヤギっていうふうに呼ばれていて、さらにこうありますね。何らかの食材ヤギに転化することができるようにさせてくれる理論を必要とする。このような食材ヤギとなりうるものが神であり、ないしは社会的秩序、ないしは教育、ないしはユダヤ人、ないしは高貴なるもの、ないしは総じて何らかの種類の出来の良いものである。このようなものが見つからなければ人生は耐え難いであろう。そういうふうなことを書いているんですけれども、私のですね、知り合いに夏目漱石の心を読んだ感想っていう、ね、そういうものを聞いたことがあってですね、夏目漱石の心、明治の末ぐらいの発表だと思うんですけれども、彼が言うにはですね、当時40歳前ぐらいだったんですけれども、彼が言うにはですね、その、先生って言われる人ですよね、心の中で先生と、主人公に先生と呼ばれる人、40歳ぐらいだと思うんですけれども、奥さんはいるんですけれども、仕事をしてないんですよね。ニートみたいな感じで、当時でいう高等遊民っていう、ではどういうふうに生活費を捻出しているのかっていうと、親の遺産があるんですよね。そしてその親の遺産のかなりの部分を親戚のおじさんっていうのに横領されたんだけれども、まだ仕事をせずに働くぐらいの収入、遺産は残っているっていう、そういうようなことで、これに関してですね、私の知り合いがこのように遺産によって仕事をせずに生活できるっていう、そういうふうな人はですね、不公平であるっていう。そしてこのような遺産によって、この先生っていうのは東京大学ですかに行って、大学に行って、そして卒業しても仕事をせずに結婚して、ニート生活っていう、そういうようなことで、このような人がですね、戦前において政界とかに進出して日本をめちゃくちゃにしたんだっていう、そして現在においてもこのような遺産によって持ち上げられてですね、そして、社会の上の方にいるのであろうっていう、ですからその上級国民っていうのはこのように不公平の上に存在していてですね、だから日本はダメなんだっていう、そういうふうなことを言っているんですよね。これですね、どうなんでしょうか、この考え方。夏目漱石の心を読んでですね、そのような自分の中のルサンチマンをその心の中の先生に投影するっていう、そういうような読み方っていうのは私初めて聞いたんですけれども、このようなこう心の読み方っていうのはですね、一体何なんだろうっていうふうに思うんですけれども、ここにですね、ニーチェが全く的確に答えてしまっているっていう。人は責任者を必要とするのである。出来損ないの者どもは、あらゆる種類のデカダンどもは、我が身に関して反乱を起こしており、すなわちですね、自分の
さまざまな感情っていうのを、中央集権的にコントロールしにくくなっているっていう、そういうようなことになりますよね。そして我と我が身で彼らの絶滅欲を満足させないためには犠牲を必要とする。どんな犠牲かというとですね、社会的秩序、ないしは教育、ないしはユダヤ人、ないしは高貴なるもの、ないしは何らかの種類の出来の良いもの、このような人に責任を転嫁してですね、そしてその人が悪いので自分は不幸であるっていう、そういうような考え方ですよね。このような考え方、ニーチェは徹底的に否定するんですけれども、なぜかというとですね、この生物の持っている根本的なものっていうのは権力への意志なる力だっていうふうにニーチェは言っていて、この権力への意志なる力、ある種の力ですよね。この力が人間の存在、人間の統合っていう、そういうふうなものを成立させているっていう、そういうようなことで、ここにはですね、すなわち人間の根本にはですね、道徳とか神とかですね、モラルとか、秩序とかですね、愛とかですね、そういうふうなものは存在しなくてですね、それらすべては捏造されたものであって、根本はですね、権力への意志なるある種の統合力っていう、そういうふうなものなんですよね。この統合力っていうのをもう少し説明すると、自分をまず統合するっていうのは当たり前なんですけれども、自分以外のものも統合しようとするっていう、そのような力で、がゆえにですね、ニーチェはこの力を権力への意志っていう、自分だけではなくてですね、自分以外のものも統合しようとするっていう、さらには自分が統合されようとする、統合されようとした時にですね、それを拒否するっていう、そういうふうな力もあってですね、この権力への意志っていうのは統合しようとするっていう、自分以外のものを統合しようとするのと統合されるのを拒否するっていう、ある種コインの裏表のような力っていうものを持つっていう、そういうようなことを言っていて、これが生物なり人間なりの根本的な力なので、ここにおいてはですね、言い訳とかっていうものは一切通用しないっていう、神様もいなければですね、愛もなければ道徳もないっていう、それがですね、その根底の世界であるっていう、そういうことを言っていて、ですからこのように、食材ヤギっていう、そういうようなものを必要とする人はですね、出来損ないの者どもっていう、そういうようなことを言っていますね。そしてですね、この私に夏目漱石の心についての評論を聞かせてくれた人はですね、40近くになって結婚してないんですけれども、多分童貞なんじゃないかと思うんですけれども、彼はですね、女性が受け入れてくれれば、自分を受け入れてくれれば、すなわちやらせてくれればですね、それで自分は受け入れられたということで自信がつく、男ってそういうもんだろうっていう、そういうことを言うんですよね。受け入れられたことで自分に自信がついて、また一歩を踏み出せるっていう、そういうようなことを言うんですけれども、ではなぜ女性は自分を受け入れてくれないのかっていうと、それはですね、男と女の性欲構造の違いであるっていう、そういうようなことを言っていて、女性はですね、性欲がない的な、なんかそんなことを言ってましたね。私ですね、女性に性欲があるかないかっていうのは女性ではないので判然とはしないんですけれども、これですね、この考え方どうなんでしょうかっていうふうに私は思うんですよね。ニーチェ的に考えればですね、これは責任を転嫁しているっていう、食材ヤギをですね、見つけてしまったっていう、そういうようなことで、女性がですね、性欲がないから自分がこう女性に受け入れられないのだっていう、そういうようなことを考えているんですけれども、論理は逆なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。自分に何らかの力が足りないので女性が受け入れてくれないっていう、これはですね、非常に残酷な現実なんですけれども、しかしそれは現実であってですね、
女性が悪いっていう、ね、そういうなわけではなくて、自分の力が足りないのではないかっていうふうに私なんかは思うんですよね。そして、まあ、ニーチェはですね、私その人に直接そういうことは言わないんですけれども、ニーチェはですね、まあ言っちゃってるみたいな、本当のこと言っちゃってるみたいな、そういうようなことになるわけなんですよね。もう一度読むとですね、人は責任者を必要とするのである。出来損ないの者どもは、あらゆる種類のデカダンどもは、我が身に関して反乱を起こしており、我と我が身で彼らの絶滅欲を満足させないためには犠牲を必要とする。さもなければ人生は耐え難いであろうっていう、ね、そういうようなことを書いてあってですね、まあこうニーチェがですね、なかなか解説しにくいみたいな、そういうようなこともしょうがないかなっていうふうに私は思ったりしますね。今日はですね、ニーチェの権力への意思の765ですね、あらゆる在籍からの救いっていう、そういうようなところを紹介させていただきました。今日の動画は以上になります。